はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。ちょっと今日はね、いきなりロケからお送りしています。今日はね、ちょっとこれから珍しい桜をね、ちょっと撮りに行こうかなと思います。今もう6月10日過ぎてるんだけど、今ぐらいにね、開花する桜っていうのが北海道でちょっと存在していて、それがね、千島桜っていう桜なんですよね。で、背丈がめちゃくちゃちっちゃくて、なんかこうソメヨシノとかエゾヤマザクラみたいに大きい木にバーッと桜がなってるんじゃなくて、本当にね、人よりちっちゃい背丈ぐらいで、ちょん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 って多分何輪か咲いてるかどうかぐらいかなっていう感じだと思うんですよね。だからそれをちょっとマクロでね、綺麗に撮ってあげたいなと思ってます。それではね、ちょっとまた移動してきます。結構ね、山奥の方に来ましたね。もうこんな感じのところをひたすら登ってって、まあ、今標高がどれぐらいかな、標高がまだ1000メートルぐらいですかね。この辺はなんかようやく新緑になってきたって感じですよね。まあ、今日はね、天気もいいしね、まあ、あと土曜日だからそろそろ観光客の人とかがね、多分たくさん来始めてきてくれるんじゃないかなと思うんですけどね。これずっと登っていくと、あの先にロープウェイとかがあるんで、まあそういうなんかね、ロープウェイ使って本当に普通に山登りする人結構いるんで、まあそういう人もね、結構ちょいちょいいるかもしれないですね。ちょっとなんかあの山がね、曇ってて見えないんだけど、上青空の、ね、なのにね。はい、到着しました。いや、めちゃくちゃ涼しい、マジ涼しい。なんか天気いいから暑いように見えるんだけど、半袖だとね、ちょっと肌寒いぐらいですね。まあでも今からちょこっとだけね、あの遊歩道歩いてくんですけど、まあ全然大したことない遊歩道なんで、まあ本当は別にこの格好と、あと機材もね、もうほとんど持ってかないですね。もう荷物持ってくと荷物になるんで、もう 1DX と2470にプラス、あのマクロのね、あのクローズアップフィルター、もうこれだけでね、ちょっと行こうかなと思います。いやー、でも心地がいいっすね。いや、このなんか画面越しにこの気温が伝わらないのがもったいない。めちゃくちゃ涼しい、すごい気持ちいい。なんかね、湿度も全然ないし、なんかこう暑い部屋から、あ、なんか涼しいクーラーの部屋に入ったあの瞬間みたいな、もうそんな感じですね。すごい涼しい。あ、でも結構ね、咲いてますね、いろいろ。もうこの辺はほとんど高山植物。あ、ありました、ありました。見つけた。これがね、あれです。あの、ほんとちっちゃいんですけど、わかります?これ、千島桜です。もうすごいレアな桜で、撮ったことある人ほとんどいないと思う。で、北海道の中でも、今結構これ山の上なんですけど、北海道でなおかつ寒いところにしか咲かないんで、あんまりね、お目にする機会がないんですよね。で、全体見えるかな?もう、これだけなんですよね、本当に。だから僕の背丈よりも、まあ、ちょっと高いか、もう咲いてる位置なんてね、もう本当に1メートルぐらいとか、もう本当にちっちゃ、低いところから咲いて、背丈もこれぐらい。他に咲いてるのかな?ちょっと見てみましょうか、他にも。まあ一応ね、あの、桜を撮りに来たんで、先に千島桜をちょっと撮りましょうかね。すごい綺麗なお花。見えるかな?なんかこういうお花。なんか桜なんだけど、すごいちっちゃいんだよね。すごいちっちゃくて、白と、あとはね、ピンク、両方ともちょっと混じってるのが特徴ですよね。ほんと。まあ、なるべくね、なんかあの、背景すっきりさせてあげたいし、青空が綺麗なんで、
ちょっとね空抜けで撮ったりとか、まあ、あんまりね背景がごちゃごちゃしないように抜いて撮ってあげるとねより綺麗に撮れるんで。風があるから、あ、すごい枝が揺れちゃうし、もうこの桜自体がね、枝がすごい弱いんで、もう、ちょっとの風でもね、もうずーっとブル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 震えてるんで、撮るのが難しいですね。伝わるかな、この、ちっちゃくて可愛い感じ。見て、こう、自分の指がこれなんだけど、ほら、自分の爪と同じぐらいかな。爪よりちょっと大きいぐらい？ほんとこんなちっちゃいんですよね。ちょうどね、今、もう15分、20分ぐらいかな、この千島桜の周りでうろちょろ撮ってましたけど、いやー、なかなかマクロはね、まあ難しいっていうのもそうだし、一旦撮るとなかなか終わらないですよね。まあでも結構ね、なんか形の綺麗な、花とか、まあ桜がいくつかあったんで、まあそれをね、ちょっといろいろ今撮ってたんだけど、マクロはね、もちろん背景ぼかして撮るんだけど、あんまり構造を考えるっていうよりも、別にストレートに表現してもいいから、できるだけ綺麗な花を選ぶことですよね。どんだけ構図がかっこよく決まっても、なんかその花自体がもう汚かったら、あんまりいい写真にならないんで、それだったら、多少構図がワンパターンでも、いい花を選んだ方が、絶対ね、可愛く撮れるんで、その辺はちょっとしたポイントですかね。あとはもう引いて撮らないこと。なんだろう、バーッと咲いてて綺麗だからと思って、この全体をね、入れて引いて撮りたがるんだけど、引いて撮っちゃったらもうただの観光写真になっちゃうんで、できればもうこういうちっちゃい花だったら、もうマクロとかでね、寄って撮ってあげる。まあ、これが基本ですよね。はい、ある程度撮れたんで、またね、家に戻ってちょっと解説していきたいと思います。まあ、結構ね、なんか思ったより咲いてくれてたんでよかったかなと思います。まあ、来てね、何もなかったら、今日何も撮らずに帰る予定だったんですけど、まあね、本当に千島桜は珍しい桜なんで、まあ、なかなかね、出会える機会ないと思いますけど、まあ、6月の北海道に来て、まあ、ちょっと高山植物とかね、見ようかなって思ってる人は、まあ、ぜひね、ちょっと千島桜を探してあげるといいと思います。ほんとね、一生に一回ぐらいしか見ることない綺麗な桜なんで、まあね、見たことない人は見てみるといいです。ちょっとね、また、家に戻ります。はい、家に戻ってきました。千島桜が見事に咲いていてよかったですね。あれ本当にすぐ散っちゃうので、行って咲いてなかったら今回の動画、お蔵入りになるところでした。で、千島桜は本当に珍しい桜で、その名の通り、千島列島から北海道、本州でも標高が2800メートル以上のごく限られた一部でしか自生していません。それで、この朝日岳の山岳地帯にあるのが、日本で最も遅く開花する桜になります。だから今日の6月13日に僕は桜を撮影しましたが、日本で一番最後に今年桜を撮った人物になるんじゃないですかね。ちなみに平地で最も遅い桜は根室市にあって、それは5月下旬から6月上旬ぐらいに咲きます。で、早速1枚目を見ていきます。シャッター速度が1/400、絞りが 5.6、 ISO が250、焦点距離が70ミリです。ピントは当然桜です。なるべく明るく撮ってあげるのがコツです。そして光が当たりすぎているとコントラストがついちゃって写真がパキパキになっちゃうので、一瞬太陽が陰った瞬間に撮っています。そうすると全体的に光が回って綺麗に可愛く撮れます。ちなみにあまりに順光で光が強い場合はこうやって手で影を作って撮るのもありです。あとはこんな感じで青空と一緒に撮影しても悪くないです。清々しい写真になるし、見ている人が気持ちよくなる写真っていうのはそれだけで価値があるかなって思います。
ただ光が強いので飛ばないようにしないといけないです。あと最後もう一枚。これは完全に日の丸構図なんだけど、マクロで可愛く花を撮るときはあまり構図は意識しなくていいです。最初の写真みたいに少し構図を入れれればいいですが、そうでなければ無理に構図を作るよりも綺麗な花をアップで撮る、マクロは慣れるまでそれだけでいいです。マクロって意外と難しそうなイメージがあるんですけど、実際そこまでこだわらなくても、その被写体の持てる綺麗さをいかにストレートに表現するか、ここをしっかりとしてやればいいのかなって思います。またマクロっていうのは広大な風景を撮るようなところじゃなくても、ちょっと公園に行った先とかそういったところでいろんな作品が撮れるので、ぜひチャレンジしてみてください。とりあえず今年最後の春をお届けできた動画なんじゃないかなって思います。他の YouTuber さんでももう春の動画撮ってる人いないですよね。やっぱり北の大地でなおかつ標高の高い場所にすぐ行けるエリアに住んでいるので、その辺は強みですよね。夜景とかはあんまり撮れないけど、自然っていう意味ではこの辺にかなう場所は日本にないと思うし、観光も素晴らしい場所が多いので、皆さんも旅行する際はぜひ来てみてください。今後もし写真やカメラに詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録と、僕の作品はインスタに投稿していますので、綺麗な作品を見たい人は下の概要欄からフォローお願いします。あとオンラインで写真サークルもやってるんで、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。いろいろ写真をアドバイスしてあげるので、すごいためになると思います。それではご視聴ありがとうございました。